闘技別に僕の場合打撃でも寝技でもどっちでもいいと思うんだけど、要はフィニッシュすること、試合を終わらせることで、僕の中でのそのグラウンドは相手をフィニッシュするのに一番容易な簡単な技術だと思います。別にノックアウトして勝てるんだったらノックアウトでもいいし、サーミッションだったらサーミッションでもよくて、一番楽しい時間であることは確かですよね。一番こう自分がエンジョイしてる時間だと思います。好きっていうモチベーションだけで格闘技やる。格闘技に対して誰よりも本気で取り組んでて、格闘技を極めるっていう、追求するためにはこうどんな犠牲も厭わない。Shinya Aoki is the lightweight champion of the world again.要は格闘技選手として何かを追求する、研ぎ澄ませるってことは何かを捨てるし、体も心も痛めつける作業を繰り返すことじゃないですか。だからこそ日々の生活は辛いですよ。やっぱりここまで 100% この格闘技に注がれて気持ちを注げてやったら、理解してくれる人も少ないし、試合の時に勝った時の解放感とか、ちょっと何か練習でうまくいった時の気持ちよさ、それだけで死にたいと思うじゃん。もうやだな、死にてえな、全部やめちゃいたいなと思うんだけど、それすらもその一回成功した時の喜びで全部このチャラというかイーブンになるから、それだけ、それがあるから生かされてる。